クなんだけど、ちょっとこの電話とか遺伝子を送り込んだという話、仕組みになってます。ちょっと外出してますよっていうのがこれ分かる。の遺伝子の全然だけじゃなくて、遺伝子の中で自由に切れるようになっているので、それをフォースで切ってあげて、まあラボで実際に見てもらってもいいんですけど、今ここのラボでどんなことをやってるかとか、どういう精神習慣とか、いろんなこう若い人にいろいろ発症してて、肝臓とか質がどこに分布してるかっていうのを目で見るために、まあ、こういうマウスを。それと同じで、中にここの液体と液体がありますね。今でもアスペリンっていう名前でずっと世界で出てくるらしい。この薬を飲んでたらもしかしたら天気、死、死用っていう先っぽについてるのが全部違うから、だからこの2つが混ざってる状態で飲んだ時にそういう変化が起こしています。この癌